久しぶりですよ、エブリバディ。テトララインのシーイーマスタングです。エブリバディセイエンドテイメント。テトラの CEO として皆さんにテトラの華麗なパフォーマンスを伝えたいですよ。このワンイヤーの間、36年のテトラの2系たちがコマンダーたちと一緒にファイティングして生活し、出撃率は 73.9% を達成しましたよ。ウォーアメージュー。まあガンダスベリーベリー大きなラブをもらっているということでしょう。その中でもコマンダーたちのアベレージ好感度がベリーハイなテトラのスター、彼女はズバリブラムです。アリスはコマンダーとの面談回数が一番多く、アリスがもらったギフトも一番に多かったですよ。ヘイコマンダー、マイガールたちと仲良く過ごしてますね。ミーパーソナリー、この1年間で2200飛んで66,226名のニケに直接 VIP ケアサービスを提供したのですね。美しいガールをさらに美しく変身させるこのマジックがアークで愛されているのが分かりますよ。エブリバディ、これからも思う存分やり取りしてくださいよ。そうすればいつかこのワールドがラブでいっぱいになるでしょう。ではこれからのワンイヤーもエンジョイ！テイメントの！イングリッドだ。手短にエリシオンが1年間築き上げてきたタクティカルな情報を共有しよう。1年間我々は計26機の2機を生産し、出撃率は 70.4% を達成、計68,876,8260回の戦闘にエリシオンの2機が参戦した。与えた累計ダメージは4,371,5,528,152,2,800だ。この中でプリバティが最もタクティカルな成果を上げたと言えるだろう。以上のデータからも分かるように、エリションはこの1年間非常にタクティカルだった。ではここで問題だ。今まで私がタクティカルと何回言っただろうか。正解は0回だ。タクティカルという単語は重要ではない。息をするように行うタクティカルこそ真のタクティカル。意識した瞬間、それはもうタクティカルではなく。久しぶりだな。中央政府が調査したピルグリムの戦闘ログを共有しよう。なぜ私がピルグリムの情報を共有しなければならないのか疑問だが、まあ聞いてくれ。この1年間の記録上、計9機のピルグリムが55,194,9316回戦闘に参戦し、出撃率は 72.5% を記録したそうだ。このうち出撃率が最も高い2機はモダニアだ。そしてモダニアがほとんどの戦闘で大活躍したことが観測された。さすがはピルグリム。堅苦しい報告はこれくらいにして、君任官されてたった1年で多くのことを経験しただろう。普通の指揮官なら生涯かけても経験できないような大きな出来事を何度も経験したのだ。それでも生き残り、よく耐えてくれた。ではここまでにしよう。5分後に会議があってね。年末レポートだかなんだか知らないけど、めんどくさすぎるわ。どうせミシリスが一番なんだから、何を報告しろっていうのよ。とにかくミシリスは1年間で24機の2機を生産したわ。しかも出撃率は 78.1% を記録したのよ。すごいでしょ。
見たらわかるだろうけど、ミシリスは言うまでもなくアークの中心よ。だからお前たちもミシリスを代表する私をもっと尊敬しなさい。せっかくだから言わせてもらうけど、たまにミサイルスって呼ぶやつらがいるのよね。私の前でミサイルスって呼んだ瞬間訴えるから覚悟しなさい。いいわね。じゃあミサイルスのレポート。あーもう腹立つわね本当。